おはようございます、教頭先生。おや、これ教頭先生の車ですか？クレスタですよ、白のクレスタ。今日納車されたばっかりなんですよ。ああ、この品格あるフォルム、何者をも寄せ付けない純白の白。私は一生君を離さない。これからずっと一緒だよ。ああ、マイクレスタン。久しぶりっすね、教頭先生。そこ荷物運び込むんでどいてくれます？すっき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 、アイドルちゃん、愛しのクレスターちゃん、ごめんね、今夜君に乗って帰れないのに。だってお酒いっぱい飲んじゃったからね。でも明日からずっと一緒。やめろ、吉川。ああ、そうだ、そのまま。うわっ、うわどっか怪我してねえのか？おい、よしか。父さん、車買ったんだ。知ってるよな、クレスタだ。しかもホワイトパールの 2.5 エクシードだぞ。壊されたんじゃなかったの？鬼なんとか先生に潰されたって。保険のおかげで新車になって戻ってくることになったんだよ。そこで家族揃って温泉旅行にでも行かないかと思って。クレスタで？私いいよ、めんどくさいし、友達と遊んでる方がいいし。お前が欲しがってた あのバッグ、買ってやってもいいぞ。本当？行く行く。ねえねえ、母さんも温泉行くよね？私も指輪が欲しいんだけど。わかった、クレスタさえあれば昔のように可愛かった娘と優しかった妻に囲まれた幸せな家族に戻れる。もう鬼塚なんかに関わるのはよそ。私にはこのクレスタがある。そしてこの真っ白なクレスタで念願の家族旅行に行くんだよ。センキュー。このクレスタで帰宅した私を見たら妻や娘はどんな顔をするだろう。ドゥンドゥドゥンドゥンドゥン。さあ早く帰って、家族旅行のプランプランプラン立ってよ。ううう、チュビチュビチュビ。ああ、鬼塚。うわあ、こら。このクレスタが私に父としての威厳と幸せな家庭を取り戻させてくれる。このクレスタさえあれば。ああ、鬼塚。
く何考えてんだよ。てっこよしか。私のクレジクレ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 何回や分かるんだよ。ついについに帰ってきた私のクレスタ。土下座をした甲斐があった。私が壊したわけでもないし、当然といえば当然だが。教頭先生、もうみんな帰っちゃいますけど。ああ。じゃあ最後お願いしますね。裏門なら鬼塚に潰されることもないしな。お？こら！汚い手で触るな！一体どこのどいつだ！くそ！磨かなくては。ピッカピッカに三日恒例クレスタ。あ？本当に教師なのか。えらい目にあったぜ。くらぁ！ジャンプ！やべぇ！追ってきやがる！釣りどこせよ。バカ野郎、これじゃ逃がしまじゃねえかよ。ちょっと俺の手首してやんよ。どうした村井、何見てんだ。うわぁ、相当車じゃねえか、これ。あいつら車盗んでたんだ。なんだと。よし、教頭の仇だ。なんだこれ、これの引っ掛けだよ。うぜぇ、黙ってろ。あれ、自転車が。おう、標識が。私のクレスタ、どこへ行ってしまったの。教頭先生、駐車場に教頭先生の車が。見つかったのか。ちょっと、ちょっとどいてよ。あ？おお、私のクレスタが。車の持ち主の方ですね。昨夜の不審車両の暴走についてお聞きしたいことが。え、何が。手間は取らせません。なんだ。え、教頭先生が暴走。わお、私は何もしとらん。私は被害者だ。見てくれ、私のクレスタを。私は。美しいわしのクレスタ、パルホワイトマイカークレスタ、ルンルンルンと。やっと戻ってきたぞ、わしのクレスタ 2500。 GPS、 ボイスナビゲーション付き、マルチ AV ステーション搭載車が。見よ、この軽やかな足回り。 UUW1 脂肪の確かな接地感、適度な重さの車速感能式パワーステアリング、どれをとっても最高じゃないか。次回用車通勤万歳。いや、だが気をつけねばならん。学校にはあいつがいる。この車を何度も壊したあの悪魔が、鬼塚銀河。
壊されるものか。そのために今日はあいつがまだ寝てる早朝を狙って通勤してきたんだ。駐車場に着いたらすぐシートで隠してやる。さえずるような朝早く小手の掃除を待ち伏せか。 まさかまたしてもわしのクレスタを狙って。そうなんだな。くそ、なんで俺に朝っぱらからこんなことを。レレレのおじさんじゃねえんだぞ。ったく神崎の野郎。来るな。教頭先生、はい、大至急クレスタの移動をお願いします。え、暴走族が教頭先生のクレスタを狙っております。何？繰り返します。わしのクレスタを狙っておるだと。この修理に出してリフレッシュしたばっかりなんだぞ。指一本触れさせてどうかなろうか。今時こんな手に引っかかるなんてな。今のうちに車の鍵を。君たち何してるの？手間が省けた。え？大丈夫なんすか？仕掛けないで。ペーパードライバーの私に運転を頼んだりするから。あれ、あんなところに。まさかこのコースは。ちょっと何する気よ。一緒に行こうぜ、あの世ってやつによ。教師になったらいいけど、生徒は言うこと聞かねえし、彼女はできねえし、いい加減生きてくのがめんどくさくなってたんだ。分かったわ。ギリギリでブレーキかけるつもりなんでしょう。脅したって私ちっとも怖くなんか。怖くねえんだろ。人間どうせ一度は死ぬんだ。笑って死のうぜ神崎。タンパク質の塊になっちまうとこだったな。たく何が死ぬのが怖くねえだよ。そうやって頭で分かったふりしてるやつは一番腹立つんだよ。臆病者のくせに。生きてくことすら怖くてしょうがねえ臆病者のくせによ。まったく手の込んだことをする。マジでビビったぜ。車だ。まずい、追いかけろ。待て。バイクの乗り方教えてくんない？ゆうつき先生、サイドブレーキかけました。何それ？ご愁傷様です。おい、みんな、あれ何言ってんだあいつら。